ついに俺ら今日は X デーを迎えるぜ。俺のことハゲて一回で迎えたやつだかも。ゆいサイボーグとかして帰ってきたんだよ。まだもういいっすか、映して。いきます。はい。おはようございます。おう、はい。おはようございます。ついに来たな。来ましたね。待ってました僕はこの日を。心の準備はできてるか？心の準備できてます。視聴者の方は、ハゲハゲ言ったアンチコメントの方は、ついに俺ら今日は X デーを迎えるぜ。見納めですね。見納めですね。あとは、はい、なんていうのこれ、坊主ですこれだぞ、よく見ろ、近づけて耳、これなんていうんだ、坊時間厳守できたな、はい、1分前に来たな、1分前に行きました。さすがに来たのか。玄関立ってた、待ってた、ずっと待ってました、昨日寝るから。寝る前からずっとそうですね。立って、はい。はい。いつ空いてもいいように。たまに分かります。わかりました。視聴者の方で優しく。最近 YouTube 出ないの。やっと出たと思ったら、お前、髪の毛はお前、改造人間だ。最近 YouTube 出たと思ったら、改造人間の動画がよ、楽しみだな。めちゃくちゃ楽しみです。で、一定10年ぐらい前から、もう社員もハゲじじいって言われてたから。あ、そうなんですか。今でも別に、伸ばしたら伸びるでしょ。ちょっと今、特に分かるな。これ伸ばしたことめっちゃ見てもないよな。なんかサイドと後ろだけ何黒いです。上はお前の心のままに色いってみ。ピンクですね。ピンクってお前少女か。俺伸ばしたのか。ピンクは面白いな。ここ今ちょっと視聴維持率上がってるところだな。面白い。頑張ったろ今多分。ピンク？視聴者が驚いてるよ多分。さあ緊張するな。緊張する。まあ、手術みたいなもんなんだ。はい。あ、腎臓人間異常になる。準備は心の準備はできてるけど、体の準備がピンクになる。少女だからなって。そう。言ってここは少女だからな。お前映しすぎだっつうの。ピンクですね。ここは真っ黒だよ。ここと心はもう真っ黒で、もうだいぶ鍛錬重なったけど、はい、ここは行って、いや恥ずかしい、初めてだから恥ずかしいって状態だからな。戦いくか。よしか。はい、いざ戦場へ。服もバッチリ着てるから。バッチリですね。また視聴者が戦えるのか。俺が好きすぎて全身を用意するとか、そうやだろ、はい、これ毎日見て俺こうで、ちょ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 どうなるの、手を殺すかって毎日帰る前で全然手が運べばかな全然手がお前ら正面チームでなるかな。何でしょう、リミトだ、リミトにあれルービトンのミスには俺アレルギー。かっこいいっすね。ルービトン以外アレルギーですか。ルービトン以外。私の時の親方のおじさんがシャネルの口の中に入れてよ、はい、シャネル以外はアレルギーだから、どういう顔しとんだろうな。汚い顔しない喋っとんだろうな。私の人はシャネル以外はアレルギー出るのよねとか言ってる。汚い顔しない喋っとんだと思って俺も同じか。気づいたら俺もその人になっとった。よし、こうは。はい。OK だな。はい。OK です。誰が人造人間だ。誰が人造人間だ。誰一人とって言ってないです。俺が言ってるだけ。はい、日曜日の朝からお前とこんなデートして嬉しい、嬉しいです。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいです。おめ
何も考えずに返事しようよ、リーグ。緊張してくるなぁ。緊張しますね。なんか僕も緊張してきました。なんでお前が緊張するんだ。いや、どういう反応かだよな。じゃ別にやること自体はそんな、まあ、ぶっちゃけさ、痛いとかじゃないもんでいいんだけど。はい。まあ、視聴者の皆さんね、どこ行くかよう分かってないかもしれんけど。はい。で、今日ね、あの、アデランス行って、ね。はい。植毛ですよ。あ、じゃあ植毛じゃないかな、っていうな。育毛？育毛じゃないな。なんていうんですかね。移植するみたいな。まあ、まあ、なんか貼るんだわ。はい、元々は企画として、まあ、これ多分ちょろっと出てると思うんだけど、動画2、3回撮っとんだよな、お前って。はい、撮ってます。そのたまたま、まあ、さ、まあ、アデランスのやつがさ、あの CM とか出るじゃん、はい、まあ、パソコン見とると、はい、でそれで1000本無料みたいなのを行ってみようみたいな企画で行ったら、はい、髪の毛がなんか5センチぐらいないとやれないって言われて、はい、なんだって言って、だったらどういう方があるんですかって言ったら、ご用がありますって言って、なんか春らしいんだ、お前なって言って、はい、そこに毛がまあ多分ふっさふさのとなんだ、はい、でまあ今日それをやるんですよ。あとね、冒頭でも言ったように、まあ、ハゲハゲ言うし、まあいい機会なんでね、まあ、こうやってバサッと増やしたのかなと思って、はい、まあ、言ってるんですけど、何ってさ、やるのが怖い運転じゃなくて、はい、次の日の社員の反応そこだよな。どうなるんですかね。分からんけど、知らないと思うじゃん。まあ、YouTube とかね、絡んどるやつだとか連絡取ったやつは大体知ってるけど、はい、アデランス行っとるって。カレンダーにも書いてないですもんね。んそのアデランスとは書かずに。書いてない。ロケ。ロケみたいな。お前それ言っていかんやつだろ。ダメなんすか。いや、別に。そうそう、でもそうだよな。事務員さんとか、女性社員も多いから、うちな。はい。それなりにモサモサで、それ向こうもどうやって突っ込んでいいか。あ、社長。はい、どうされたんですかっていうのもおかしいし、気遣うふりもおかしいし、気遣うふりが一番あれですね。なパターン的に、はい、それとか、まあよく行く店だよね。あ、飯屋とか、はい、で俺さ、まあ、歯医者とかも行くんだけどさ、はい、歯医者が一番微妙だよね。歯医者って結構1時間とかおる割に一言も喋らんじゃん、口も開けとるし、はい、お願いしますみたいな感じで、はい、それ1時間ずっとさらされてそこに触れてこんっていうの一番辛くない？歯医者とかってどういう髪型にするか決まってるんですか？一応写真は出した。だけど結局心長さによるって言われたもんで、はい、とにかく頑張って伸ばしてくださいって言うけど、仕事あるじゃん俺、はい、飲みに行ったりするじゃん、はい、もう嫌なもんな、この髪型で行くの。あ、帽子かぶっとんのも失礼なとこと失礼じゃないとこあるだろう、はい、社員とかの前のとこと帽子かぶっていいけどさ、先輩とかの前で帽子かぶって、確かにそうですね、いやーでなんか行っとんすわーとか言えるけど、はい、まあ、言って YouTube のことでもまだ反対されるぐらいだな。あ、マジっすか、うん、お前キモいわーって言っていやキモいのあんたですわーって言ったらキモいのあんたですボコボコしちゃいますわーって言ってどう、ちょよく最後だね、なこれとも分かる。本当に見納めですね。見納めだよ。想像がつかないです。髪型だろう。はい。できるだけ俺も伸ばしたいと思ってやっぱ頑張ったけどな。もう本当に結構長いですもんね。20日間ぐらい切ってないよ俺。8回じゃなかったっけ？8回？ああ、ついに来た。緊張しますね、なんか。緊張します、ね。見納めとけよ、まあ、視聴者は俺のことハゲて一回でも書いたやつだと思う。ミドイーンサイボーグとかして帰ってきたから6回はい、はい、めちゃくちゃ高速やん。57分、サブ、ビッグリアン、サブ、今や。ついに着いたぞ。着きましたね。あ、皆さん、人造人間とかしてますんで、よろしく。3時間、2時間、2時間半から30分、2時間半ぐらいですか。お取り上げれば。はい。社長から電話があったんで、もうすぐ来ると思います。あ、来ましたね。あ、帽子かぶってなんかニヤニヤして。帽子かぶってますね。めっちゃご機嫌。めっちゃ嬉しそう。おい、お疲れ様です。お疲れ。疲れたな。帽子かぶってるんですか。帽子かぶってるんですか。有名だろうな。そう簡単に視聴者に見せねえんだろう。みたいです。はい。やって。
俺も恥ずかしいもん。マピンクな気持ちだ。マジ見たい。見たいです。じゃああれはちょっともうさ二時三時間三時間四時間やってる間に思ったんだけど、ミッチに呼んでさ、はい、ミッチに電話しよう。あ、わかりました。お疲れ様です。お疲れ。俺だ、社長だ。一緒にですか。何やと。今うんこしてます。嘘。嘘。うんこしてるの。あ、家か。いや、家じゃないです。ちょっと今出かけてます。嘘。とりあえず行くわ。どこ。家はすい。あ、お前家だろう。うんこしてるってこと。絶対家だよ。外でうんこなんか死んだろう、お前。どこだ。家の前に腰ベッドです。わざと出て家に匂いつくないだね。そうですね、家に匂いつくんだよ。とりあえずじゃあ今動画撮っとるもん、遊び行くわ。いや、マジですか。何、どこにおんの、お前。女か。いや、女じゃないです。何、ダメ、犯罪者か、はい、女が犯罪者、こっちだ。犯罪者と、そう、はい、どこにおんの、近くにおんの。いや、つい港にいます、港にあーな、いいよ、行くわ。ちょっと住所送って。いいって。30分待ってもらってもいいですか。30分ぐらい。30分後ですね。とりあえず迎え行くわ。わかりました。うん、よろしく。はい、すいません、失礼します。こうやって人間をなちるんだわ。わかりました。やり方分かった。わかりました。人間をなちる方法を言っちゃうよ。30分かかっていいね。今こうやって言われてるもん。またコメント欄あられる。ありますね。ありますね。そう、ほっとけ。お前はあれだもんな、出勤だもんな。日曜出勤なの今日。もう出勤です。で、平日休んだの。はい。ミッチはミッチさんは休みですね。じゃあミッチは違うって、休みじゃない。俺が出ましたら全部出てくる。そういう宿命。びっくりするな、ね、その頭みたいな。めちゃくちゃ緊張します、僕。めちゃくちゃ緊張します。見たい。ちょっと見たい気持ちをぐっとこらえて。人造人間コバちゃんの人造人間の出来上がりだから。まあ仕上がりとしては俺の中ではな、まあ90点だな。あ、マジですか。じゃあ結構俺の想像を超えてきたな。どういうその施術内容だったんですか。施術はまあそうだった。死闘だったな。まさに死闘だった。どんな死ぬ戦いだわ。生きるか死ぬかの戦い、死闘だわ。つまり。はい。生還してきたわけですね。生還してきたわけです。最初は何言ってたら、まずはついされるのは真ん中辺を。マジですか。貼っつけるもんな。はい。真ん中辺をシャーって、なんか作ってあって、それなんか貼って。はい。なんかもう髪型のせいというか、髪型が決まらんって、上しかボサってなってないもんね。はい、あ、そのバランスが悪いもんね。はい、でこれぐらいまではなんか入ってんかな、まあ、切ってはなんか、まあ、もうちょっとこうだわーだわーとか言ってるし、でなんか一回ちょっとセットしてみて、分かんない、一回セットしてみて、ちょっとで3ヶ月セットしてもらう。あ、そうなんですか。そうそう、もう向こうも泣きそうになったから一回セットしてワックスもつけてとか言って、ワックスも全部つけて、はい、ああこういうことかーって、ああもうちょっとやってみたいなって、また全部取って洗い直すような感じ。ああ、はいはい。でなんか毛がもう最初からついとんだけど、はい、人間って渦があるじゃん、人工の毛だもんで、ね、渦も決めれるわけじゃん。はい。あ、で右で最初はまあソフトモヒカンでこっちにとったの、真ん中に。はい、違うな、なんか。あ、じゃあもうこのもっと短いのがいいね。はい、短いのもできん、これが限界ってなったもんね。だったらもう中分けにしようか。中分けじゃなくてソフトモヒカンなんだけど、あ、流し取るみたいな。へえ、モヒカン流しみたいな。はい、人造人間モヒカン流しだわ。妖怪モヒカン流し。でお前なんか、お前やばそうだな。めっちゃ強そうですね。鬼滅に出てきそうですね。43歳鬼滅に出てくる。そう、やられるやつだから。じゃあ妖怪モヒカン流しに引っかかるか。そ、何個も用意されてたんですか。いやいや、そのシール、ウィッグみたいなもんだ、ウィッグの貼っつける版みたいなもんじゃん。ああ、接着剤でくっつけとるみたいな。1個しかない。で、それも切る。あ、そういうことですか。そうそうそう。ああ、なるほど。髪の毛も切っとるし、もちろん。はい。それで毎回洗ってたんですね。そう、そうつけて。そうそうそう。つけて、切って。だけど、まあ、本付けしてないもんで、はい、仮付けみたいな感じで、切って、違う。で、ちょっと、まあ、ワックスかけたら変わりますよ、って。ちょっとワックスかけてみようかーって言って。はい。かけたらやっぱ違うわーとか言って。まあ、満足しとるよ。90% ぐらいの仕上がりとかまでいったら、あとはまあ、限界かなって。ああ、そういうことですか。で、次回のシミュレーションも出しまって。はい、もうちょっとこういう風にしたいからって、じゃあもうちょっと小さくしましょうか、ウィッグ自体をね。はいはい。本当にもう、もう本当にこれぐらいの、もう本当に頂上だけつけるみたいな。ああ、なるほど。感じ。はい。当然膨らむ。膨らみます。なんか恥ずかしいです。
みっち来いよ。セブンに呼び出しましたので、皆さん。はい。生きたら俺、ちょっとトイレでセットしてくわ。セットしなきゃならないもん。バリバリワックスってあるんだな。人生初のワックス。初ワックス。初ワックス。めっちゃ緊張してきましたお前が。僕、はい。そう。手汗がやばいですね。ちょっと待機しとけよって。はい。来るだろう。あいつは来たら呼んでくれよ。わかりました。セットして出てくるわ。はい。わかりました。お疲れ様です、ね、今社長セットしに行きました。え、セットどういうこと。俺も2日で気持ち悪いんだけど昼から飲んどるね今日10時からまた飲んどるわ。ビール3本ぐらい飲んで、はい、今日は自転車掃除からまた飲もうかなと最近飲みつけたから来ましたねえ、めちゃくちゃなんかまだもういいっすか、映して行きます行きますてってれー今帽子かぶってたのめっちゃいい感じ俺だけちょっと恥ずかしいわめちゃくちゃ違和感してじゃあいやでもどう思うっすかさてはいさてどうすよお前引っ張りすぎやって痛い本物じゃないですかちょあ、後ろ危ないですよスキルだろ、こうやって11日冬でお願いしますってあ、でもすえ、どうすかそれ視聴者、これでハゲってかけんだろかけない怪物使いでもいいぞちょっといいですか、一回触っていいですかあんまり触らんないちょっと触らせてください。いや、髪型見られてます、ちょっと髪の毛セッティングしますよちょっと受けるだろ。いや社長、本物ですか。後ろが出てた。絶対だもん。引っ張るなよ。いやちょっとセッティングしますね。絶対引っ張る。はい。絶対引っ張る。いや違う。本物なのかなと思って。すごいだろ。すごい。すごいっすね。取れ。今日フルセットですからね。石田純一師匠に今日来ました。ちょっと客観的に見ていいですか。気持ち悪いっすねでもそんな変じゃないだろ、はい、違和感はあるけど違和感あるんですよ、やっぱいつもの社長じゃないんでっていうことで突然呼ばれてる突然呼ばれてる何の企画も何も分かんないしお前と賞味あったら10分行かないか視聴者の皆さん、はい、今日からもうちょっとこれいつまで持つか分からないけど全然苦にはならんな水も通すらしいもんな普通、メッシュみたいな感じだしはいはい、じゃあ皆さん、はい、人造人間、あなた妖怪妖怪流し、もう光流しと道が送りました俺会社辞めるからごめんなさい髪のために行くね髪の毛を見つけるためになこんな感じですはい、チャンネル登録といいねお願いしますお願いしますまたねーまた見て残念なことが分かったわ視聴者の皆さん、まあ、こんな動画あげんないかもしれんけど、まあ、交互期待という感じでなんか俺が予約したやつが増毛かなんかだもんで、はい、もうそもそもハゲとるから無理だってえみたいなだけど髪の毛ない人がいるんじゃないのって言ったらいや伸ばしとったらその髪やっぱ髪の毛に縛るんだと、はい、で4センチはいるって言われて、はい、視聴者も髪の毛増やしたいんだったらまあ4センチ最低で伸ばしなさいとだけど、まあ、まさかの門前払いってことですか、うん、いやだけどまあいろいろ喋っとったら、はい別にお金はいくらでもあるんですと。ちょ値段言わへんだったらアデランス。撮影も俺カメラ回しちゃったんだけど、はい、ぶっちゃけな。もうそれ中はやめてくださいって言われたもんで、はい、ちょっと使えんけど、ちょっと値段も言わないね。ちょっとあれじゃん、こういうのってさ、脱毛とかもなかなか値段言わんじゃん。はい、だけど、もうそんなんもういいって、もうわかる、もういいってみたいな感じで、いや、料理もよるでどうなんだ。で、まあ結局は、なんか、頭に貼るタイプ、はい、0.4 ミリ。ピタッて貼ってそこに毛がくっついてるもんでやっぱ それじゃないんだって俺が今体験もうそれはもう体験ないんだって一撃必殺でいかなかったんだってはいなんでこの一撃必殺でいくしかないよなもう